にちは。万年筆の良さを伝えたいペンギンです。本日はですね、先日行ってきた文具マーケットの模様についてお話ししたいと思います。文具マーケットは今回で第4回目になる文具のイベントで、2024年1月14日日曜日に大田区の産業プラザピオで行われました。主催はスモール出版さんと文具ジャムの北手拓さんによるものです。文具マーケットって何ぞやってことなんですが、文具好きの個人の方、団体、企業、店舗が集まってオリジナルの文具、グッズ、同人誌を販売するイベントですっていうことで、文具マーケット特徴としては、文具にまつわるものなら、何でも販売 OK っていうことで、思わぬ掘り出し物が見つかる可能性があったり、一般流通に出回らない個人制作の文房具や同人誌など珍しいものが集まるっていうことです。個人で集めた文房具のね、コレクションのちょっと買いすぎちゃったなみたいなのの放出品とかもありました。で、出展者さんはワークショップが9組、一般が114組の計123組です。結構大きいですよね、イベント的に。で、文具マーケットさんね、まだ4回目っていうことでだんだん規模大きくなってきてるんですけど、出店料まだ1万円と結構お安いんで、企業よりも個人の方が圧倒的に多くて、ここが文具女子博との違いかな。文具女子博が出店料いくらかわかんないですけど、多分めちゃくちゃ高いと思うんですね。で、文具女子博とかはキラキラした感じのコーナーが多いと思うんですけど、文具マーケットはもちろんキラキラしたコーナーもあるんですけど、もうちょっとね、なんかすごいディープなニッチな感じの空間でもあったと思います。で、ペンショーとはどんな感じで違うのかっていうと、ペンショーは外国人めっちゃ多いんですよ。来てる人も出店者さんも外国人率かなり高かった。でも、こちらはね、こうパッと見の感じ、外国の出店者さんもお客さんも少なかったです。で、ペンショーはペンショーなんでペンに特化してるところがあるんですが、こちらはペン特化系は少ない印象でした。で、万年筆好きにとってはあんまり行く理由がないかなとか実は思っちゃってたんですけど、中古文具売ってる方が結構万年筆も出してたんで、掘り出し物がお安くゲットできるチャンスっていうことで、結構ね、行く、メリットあるんじゃないかなと思いました。で、私は念のためね、前売り券を買って行ったんですけど、1000円だったかな。結構ね、当日券もあって、当日行ってもスルッと入れていたので大丈夫そうです。いきなり行ってもね、 OK そうです。で、私は13時ぐらいに行ったんですけども、もうちょっとね、ゆっくり行っても大丈夫な感じでした。でもね、ここからは私が独断と偏見で気になったブースをちょっとだけご紹介していこうと思います。撮影に協力してくださったブースの方々、ありがとうございました。消しゴム屋たいみちさん、買い継ぎたコレクション放出系のお店ですね。レトロな感じがとっても可愛くて好きでした。でね、思わずここで1個衝動買いしちゃいました。後でご紹介しますね。で、そのお隣がペンポート横浜さんでした。ちょっとね、全然チェックしてなかったんですけど、ペンポートさんいるじゃんみたいな感じで、ペンショーでは常連のペンポートさんなんですが、私がとても好きそうな中古万年筆をたくさん出品されてました。中古もあるし、全然デッドストックみたいのもたくさんありました。これね、ペンポートさんの3000の山とかすごいやばいくって買いそうになったんですけど、思いとどまりました。キリがないからね。こちらはノートさん、塗りたくり絵っていう、こうインクをわーって塗っていくと図案が浮き上がってくる、こう面白いカードですね。これはインク消費するためのカードみたいな感じで、こちらはね、体験コーナーもありました。結構にぎわってました。インク沼民は、楽しいんじゃないでしょうかね。私もちょっとやってみたかったんですけど、ぐっとこらえました。そのお隣、ウッドクリップラボさん、こちらは紙屋さんで、紙
の、あの端材っていうんですか、切れ端をたくさん詰め込んで販売されてました。なんかいろんな紙をちょっとずつ楽しみたいっていう欲求があるんで、すごいいいですよね。もう紙も沼ると半端ないんで、ほんと危ないです。今回は木軸ペンの出店者さんも結構いらっしゃいました。スタビライズドウッドっていうんですか、こう樹脂岩芯したやつってすごい綺麗ですよね。ボールペン、あの木軸ボールペンとかシャーペン作ってる方々ってみんなすごい若いですよね。なんか日本の文具業界明るいって感じがしました。で、こちらも木軸ペン工房キキさんですね。こちらは万年筆も結構充実してました。マグネティックロックっていうんですか、キャップがマグネットになってて、すごい使い勝手が良さそうでした。これは私の勝手な意見なんですけど、こういうね、こういう系の万年筆って大体ペン先のユニットがシュミットなんですよ。で、あの私のような沼民はこうシュミットかーって、いや全然使いやすいんですけど、まああれですね、養母とかも試してみてほしいユニットかーって、まあ、シュミットが一番あの買いやすいのかもしれないですけど、ちょっと、ね、シュミットじゃないこういうペンも見てみたいです。私の勝手な意見でした。こちらは夢降る町のハンコ屋さん。こういったね、スタンプを取り扱うお店もすごくね、多かったです。手帳とかにポンポン押すの楽しそうですよね。セブンイレブン富士中柏店さん。これね、24時間インク買えますってすごいパワーワードなんですけど、どういうことってずっと思ってたんですよ。で、これなんとセブンイレブンのオーナーさんが文具コーナーを超絶充実させちゃった結果らしいんですよね。面白すぎますよね。おにぎりのインクとかあるんですよ。こうやってね、セブンイレブンもオーナー店だと個性出しまくれるのでいいですよね。でね、ここでちょっとお話ししてたら、なんとあのペンギン堂さんの視聴者さんに遭遇しまして、もうこれ奇跡の遭遇としか言いようがないですよね。で、ちょっとお話できちゃってめっちゃ感動しました。見てるかな、ありがとうございました。工房Qさんですね。これね、このリングメモを首から下げるやつなんですけど、これめっちゃ可愛くて、メモマニはすごくいいかなって思いました。私がね、外に行く機会が多い人だったら絶対買ってた。もう引きこもりだからね家の中でかけてればいいのかな。藤川研究所さん、ノスタルジックな雰囲気がたまんないですよね。つけペンがいっぱい売ってました。アンティーク好きにはおすすめです。竹上商店さん、こちらは中越パルプ工業さんが打ち出しているブランドです。日本の竹 100% を原料とした紙を生産販売している唯一の総合製紙メーカーということで、竹ってやっぱりあんま使われないんですね、紙として。いろいろなんかね、使い道ありそうなんですけどね、あんま使われないってことはあまり向いてないからなのかちょっとわかんないですけど、まあ、ちょっと面白そうだなって思いました。液晶本舗さん、こちらはオリジナルのノートやインク中古万年筆の販売をされてました。ここでね、手前のトレイのお品がどれも500円ということで気になるのがあったので、こちらでも購入させてもらいました。
こんな感じでね、まあ、パッと映像があるのをご紹介してきたんですけど、まあ他にもねめちゃたくさん気になる出展者さんいらっしゃって、例えばマートさんであるとか、もうあのインクマスカラがバズってますけども、こちら体験コーナーがあってね、こうインクマスカラをお試しされている方がたくさんいらっしゃいました。あとねおなじみ文豪さん、またあの冠をかぶってすごい熱心に説明してもらいましたすごいですよね、文具王。文具王っていうかもう発明王って感じですよね。とたくさんですね、今回はニブシェーパーさんとか出展されてなかったんですけど、たくさんは若手のペン先の調整師さんというか研いだりもしてくれるんですけど、やっぱねこういう若い方がどんどん出てきてくれるってすごい嬉しいですよね。天の仕事道具店さん、こちらは YouTube でもよくお見かけしますよね。可愛い猫ちゃんのあのキャラクターが印象的なんですけど、おしゃれな文具店さんです。ペンインフォさん、ステーショナリーディレクターの土橋忠さんのショップですね。土橋さんいらっしゃいました。ショーンデザインさん、ペンショーでねいろいろ書かせてもらったショーンデザインさんなんですけど、まあ、こういうちょっと小さめのイベントにもまめに出展されてるんだなって思いました。こちらのねカクさん、カクっていうかあの株式会社酒井さんだと思うんですけど、代理店のスイスビーの代理店さんとして馴染みがありますよね。こういった企業さんも、まあ、ちょこちょこ参加されてました。酒井さん、あの最近インク混ぜるっていう新商品がリリースされたっぽいくって、なんか混ぜるのすごい楽しそうって思ってすごい興味津々です。おなじみアーニートルさんです。さすがにね今回ちょっとカニ買うの自粛したんですけど、なんか見るたびにカニのカラーのバリエーション増えてたり、なんかカニじゃない何かが増えてたりして、すごいいつも大好きです。菅美里さんの文具部屋、文具ソムリエで有名な方ですよね。すごいお綺麗な方で、ちょっとね私遭遇することできなかったんですけども、菅さんの、個人で集めたものも買いすぎちゃって放出する系のお店でした。というわけでちょっと駆け足で説明してまいりましたが、もうねずっと映ってるんで、わあお分かりかと思うんですけど、戦利品はこれとこれでございます。なんだこれはって感じですよね。これは何百円だったんですけど、これね意外と万年筆なんですよ。なんだこれって感じですよね。でインクはこういうサックが入ってて、でもねなんかすごい中にちょっと芯みたいなのが通ってるんです。もちろん鉄ペンで、これ万年筆なんですよ、あ買いますって300円だしね、躊躇なく買いました。これ吸えんのかな、ちゃんと吸えねー、全然吸わないんですけど、どうしよう、ダメだ吸い込めない。あのねお店の人もこれ全然書けないかもしれないっていうちゃんとおっしゃってたんで、あの全然書けなくてもいいです、スケペンとしてねこれポストキャップポストできますよ。なんて書いてあるの、ユースか、ああ。シャリ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 系、でもねこれただつけペンです、意外とちゃんと書けるね、すごいすごい。なんかこのスポイトのところもうちょっと 何かしらしたら書けるかもしれない、ちょっと後でもうちょっとやってみます、面白い
で、もう一個は、これはね、セーラーキャンディーですね。これ多分復刻版で、5000円って書いてありますね。本当の元祖セーラーキャンディーじゃなくて、キャンディーの復刻版だと思います。綺麗だもんね。昔、うちにもあったんですけど、すっごいなんか色あせたやつだったんで。今回ね、備品を手に入れましたよ。デッドストックですね。インクは、セーラーの蒼天、四季折の蒼天を入れてみようと思います。ペンションのインクすくいでゲットしたやつですね。インク出てきましたね。蒼天。おお。全然インクフローいいわ。これ今日紙がコピー用紙みたいな紙にしちゃったから、その辺にあった紙だからちょっとにじむかな。蒼天ってこういう色なんだ。うん、鉄ペンなんでね、硬いですね。ガチニブ。あ、でもなんかうちにあるっていうか、うちにあるハイエースネオより滑らかに描けるなんか私が買ったハイエースネオハズレだったのか、すごいカリカリしてて、こういうもんなのかなって思ってたんですけど、このセーラーキャンディーは結構滑らかでいい感じですね。まあ、なんか普通に描きやすいってやつです。なんか初めての人にもいい感じですね。うん、当たりでした。よかった。もういいよね、セーラーのこの何かを意識してる感じの星が。というわけで、今回は文具マーケットに行ってきましたの報告動画でした。どうですかね、皆様、文具マーケットちょっと興味湧いてきましたかね回し物じゃないけど。次回は5月18日に第5回開催されるようなので、まあね、東京近隣の方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。それでは、まあちょっとでも面白かったなと思ったら、グッドボタン押して帰っていってもらえると嬉しいです。またお会いしましょう。バイバーイ。